ニッタのマルクトヒロバニッタは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す市である。本市は、ウンテラー・フォーゲルスベルク自然地域に属している。市の名前は、ニッタカーに由来する。ニッタ市は、北は、ラウバッハ、東はショテン及びヒルツェンハイン、南はオルテンベルク及びランシュタット、南西は、エヒツェル、西はベルファースハイム及び、ンゲ源ンと境を接している。 ニッタ氏は、バート・ザルツハウゼン、ボルスドルフ、アイヒールスドルフ、ファウアーバッハ、ガイス・ニッタ、ハルプ、コーデン、ミヒエルナウ、ニッタ、オーバー・イコール・ライス、オーバー・イコール・シュミテン、オーバー・イコール・ビッタースハイム、シュビカーツハウゼン、シュトルンフェルス、ウルファ、ウンター・シュミテン、ウンター・ビッタースハイム、バレルンハウゼンの18式で構成される。ニッタは、 802年から817年までの間に、ニタ派として、初めて文献に記録され、その後、ニスヘ、ニテヘ、ニテヘヘと表記された。自由貴族フォルコルト2世は、古田帝国修道院のベッテラン北部所領の大官となり、1100年頃にニッタに、環状の水城を建設した。フォルコルト2世は、古田のビンゲンハイム城から、ニッタに館を移し、 ニッタ博家を創設した。シュタウフェン朝の皇帝たちはこの城を傍らを通る通商路の保護に利用した。この城はニッタがヘッセンダルムシュタット法白領となった1604年以降の早い時期に取り壊され、ルネサンス様式の上官に建て替えられた。1187年、ニッタ博ベルトルト2世はニッタ教会区を少なからぬ土地と共に西洋派歴史団に移乗し、 騎士団は日田に騎士修道会館区を創設した。その後建設された騎士団の住居やオフィスは、その後数世紀にわたって本市の光景となった。1205年に水源ンハ博ルートビヒ一世が小さな日田博領を相続した。彼の母親、メヒチルトが男系後継者なく死去した最後の日田博ベルトルト二世の唯一生存していた姉妹であったためである。 1234年のツイゲンハインハクゴットフリート4世及びベルトルト1世の文書にニッタは初めてスタットと記録されている。1218年と1223年には B 社と記述されていた。1258年から1311年、1333年までツイゲンハインョ領とニッタョ領は相続に基づき再び分割された。これは 1333年に改めて統合された。ツイゲンハイン・ハク・ヨハン一世は1311年にニッタハク・エンゲルベルト一世の相続者である娘のルーカルディスと結婚した。1330年にエンゲルベルト一世が死亡した後、1333年まで娘が名目上の領主となった。ヨハンフォンツイゲンハインは、 両白領を1333年にその手に入れた。1450年に、ヨハン2世が亡くなり、追言肺を呼びニッタ白が断絶した後、ニッタ白領は、ヘッセン砲伯の領土となった。このため、ヘッセン家は、ニッタ白の爵位をその家族名の構成要素の一つに、していた。当時ニッタ白領に属していたのは、アムトニッタ、リスベルク家、フルダ修道院の所領。 ブルクハルトサイバンクとクラインフェルトサイバンクであった。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたニッタ・ロマネスク様式の教区教会に1491年に後期ゴシック様式の教会塔が増築された。この塔は2012年に屋根の消灯を含め大規模な改築工事がなされた。1821年にアムトが廃止され、 ニッタは、ラントラーツ別力ニッタの1830年から、ニッタ軍の1848年から1852年までは、ニッタ県の本部所在地であった。1970年12月1日に、それまで独立した町村であったボルスドルフ、ファウアーバッハバイニッタ、ガイスニッタ、ハルプ、コーデン、ミヒエルナウ、オーバーイコールライス、オーバーイコールシュミッテン。 オーバーイコール・ビッタースハイム、バート・ザルツハウゼン、シュトルンフェルス、ウルファ、ウンター・シュミッテン、バレルンハウゼン・ガニットと合併した。1971年12月31日には、シュビッカーツハウゼンがこれに加わった。アイヒエルスドルフと、ウンター・ビッタースハイム、さらに隣接する、噴源から人口約50人の集落が1972年8月1日に、合併した。 ニッタ氏の住民は主に福音主義の信者である20世紀の初めニッタには約100人のユダヤ人が住んでいた。その約半数が戦争前に転出し残った人々はナチスの統制の犠牲となった。2014年2月にニッタで最初のつまずきの石が設置された。2011年3月27日の選挙以降、 日田の市議会は37議席で構成されている。2007年2月25日の市長選挙では、現職のルチア・プットリヒが64.2%の票を獲得して当選した。これは彼女にとって3期目で最後の任期となった。2009年に連邦議会選挙に出馬したためである。 2010年3月7日の決選投票で、ハンスペーター・ゾイムが62.7%の票を獲得して新たな市長となった。この選挙の投票率は55.7%であった。紋章の図柄、黒字で、下部に半円形のこの中に8本の突起がある星型。その上部に赤い門と窓を持つ銀の城。旗、旗の地色は、 黒と金に垂直に分割されている。上部1、3の位置に死の紋章が描かれている。この色は水源ハイン家と日田への色に由来する。日田氏は以下の都市と姉妹都市協定を締結している。さらにリトアニアのニダ及びイタリアのサランドラと姉妹都市協定の交渉中である。森と水が豊かな土地にあることと、その水質から、 製紙死工業はニッタで長い伝統を有している。ニッタに現存するいくつかの製紙業者は、この手工業をさらに発展させた近代設備を用いた工業生産者であり、多彩な製品を製造している。これらの企業は、この地域の重要な雇用種となっている。日田駅ニッタは、連邦道 b 五十五号線、b 五十七号線及びランキン地比。 鉄道沿いに位置している。この鉄道は、ギーセンとゲルンハウゼントを結んでおり、市内にはニッタ区、ボルスドルフ区、オーバーイコールビッタースハイム区に駅がある。また、ニッタ駅はフリートベルクへ向かう、鉄道路線のターミナル駅でもある。本市は、ベッテラウ軍と共にラインマイン交通連盟のサービス地域に属している。ウンタービッタースハイム区を、ドイツリーメス自転車道が通っている。 この自転車道は、オーレティシャリーメス沿いに、ライン川沿いのバートへ、人間から、ドナウ川沿いのレーゲンスブルクまで818キロメートル以上を結んでいる。また、ヘッセン自転車道、R4 号線がニッタを通っている。この自転車道は、イバラ姫からニーベルンゲンへをモットーとしている。ネッカー川沿いのヒルシュホルンを起点とし、ヘッセン州を南北に貫いている。ミュムリング川、ニッタ川、 シュワルム川に沿って、ベーザー川沿いのバーとカールスハーフェンに至る。総距離は約 385km である。ニッタ城のうちにはニッタ郷土博物館。ありがとうございます。